岩手県第1区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止時の定数は4。現在は、岩手1区、岩手2区、岩手3区の一部に分かれている。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。 1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日施行、当日有権者数63万4775人、投票率71.42%第39回衆議院議員総選挙2月18日施行、当日有権者数。 618,669人。投票率 76.、76.73%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。施行当日有権者数、611,088人。投票率 71.、71.27%第37回衆議院議員。総選挙12月18日施行当日有権者数、千三百九十九人。 投票率 67.、67.28%第36回衆議院議員、総選挙6月22日施行当日有権者数、585,841万58人、投票率 72.、72.04%第35回衆議院議員総選挙10月7日、施行当日有権者数、585,51万人、投票率 68.22%第34回衆議院議員。総選挙12月5日、施行当日有権者数、56万4369人。投票率 74.、74.35%第33回衆議院議員。総選挙12月10日施行当日有権者数、53万8883人。 投票率 70.、70.20%第32回衆議院議員、総選挙12月27日施行当日、有権者数、52万1067人投票率、65.53%、第31回衆議院議員総選挙1月29日施行、当日有権者数49、491。518人投票率、 76.84%第30回衆議院議員総選挙11月21日施行当日有権者数484,936万人投票率71.60%第29回衆議院議員総選挙11月20日施行当日有権者数467,038万人投票率 71.50%第28回衆議院議員総選挙5月22日施行当日有権者数444,436人投票率73.11%第27回衆議院議員総選挙2月27日施行当日有権者数411,522人投票率75.96% 第26回衆議院議員総選挙4月19日施行、当日有権者数、39万3364人、投票率 74.、74.56%第25回衆議院議員、総選挙10月1日施行当日有権者数、40万820人、投票率 69.、69.75%第24回衆議院議員、 総選挙1月23日施行当日有権者数34万8704人投票率67.15%第23回衆議院議員総選挙4月25日施行当日有権者数34万8589人投票率62.47%ありがとうございます